未来予想2045へようこそ。知的好奇心を刺激する科学の最先端、テクノロジーの奇跡、未知の謎を紐解くように解き明かし、知識の扉をこじ開けます。今回は未来の星間旅行における未知の出来事について考えてみます。人類が宇宙へと進出するにつれ、星間旅行が可能になり、探査と発見の新たな時代が始まります。しかし、この未知の領域への拡大とともに、他の知的生命体との遭遇が不可避になります。そのような出会いの可能性は興奮を引き起こしますが、外交、紛争解決、そして宇宙の彼方での利益追求に関する深い問題を提起します。このエッセイでは、異なる知的種族間の競合する利益から、生じる可能性のある対立の複雑さを探求します。星間旅行の台頭。星間旅行の実現は人類の歴史における重要な節目を成し、以前は SF の領域に限定されていた可能性を解放しました。推進システム、エネルギー生成、および時空の操作の突破により、星と星の間の膨大な距離を合理的な時間枠内で移動することが可能になりました。その結果、人類の文明は太陽系の制約を超え、遠い惑星や衛星に植民地を築きました。異星文明との遭遇。星間探査の最も重要な結果は、微生物的なものであっても、知的なものであっても、おそらく宇宙の中での他の生命体との出会いです。他の知的生命体との遭遇は、人類にとって機会と挑戦を同時にもたらします。一方で、文化の交流、科学的協力、および相互の豊かさの機会を提供します。他方で、資源の競合、異なるイデオロギー、および紛争の可能性に対する懸念が生じます。競合する利益とパワーダイナミクス。宇宙の広大な領域において、異なる知的種族は、異なる利益と優先事項を持つ可能性が高いです。これには、居住可能な惑星の探索、貴重な資源へのアクセス、または領土や影響力に関する戦略的な利点が含まれます。そのため、主要な資産の制御をめぐる競争は避けられず、対立する派閥の間で、緊張や権力闘争が生じます。国空における外交。星間外交は、従来の地球外交とは異なる、独自の課題を提起します。コミュニケーションの壁、文化的な違い、そして共通の参照枠の欠如が、異なる種族間の交渉を複雑にします。さらに、合意を施行できる、中央集権的な機関の不在は、紛争解決や、紛争処理のための、代替メカニズムの開発を必要とします。星間外交のアプローチの一つは、様々な文明の代表者が、共通の関心事を議論するために集まる多国間フォーラムを設立することです。これらのフォーラムは、対話、交渉、およびアイデアの交換のためのプラットフォームとして機能し、当事者が不満を解決し、共通の立場を見つけるのを助けます。ただし、このような多様な設定での合意に達することは、しばしば困難であり、妥協と忍耐が必要です。星間外交の別の側面は、異なる当事者間のコミュニケーションと、交渉を促進するための仲介者や、中立的な第三者の使用です。これらの仲介者は、異なる文化の間の溝を埋め、偏見なく紛争を調停できる、外交的スキルと、公平さを持つ信頼できる、個人、または組織である場合があります。紛争解決と予防措置。平和な共存を促進するために、異なる知的種族間の紛争は避けられません。領土紛争、資源の枯渇、またはイデオロギーの違いによって引き起こされる、これらの紛争は、すべての関係者にとって、破壊的な結果につながる可能性があります。紛争のリスクを緩和するために、分離管理協定、非武装地帯、および早期警告システムなどの予防措置が、不可欠です。明確な交戦ルールと緊張緩和のメカニズムを確立することで、文明は誤解や誤算が武力衝突に発展する可能性を減らすことができます。
さらに異なる種族間の信頼と理解を築くために協力、相互尊重、および共感の文化を育むことが重要です。教育的な取り組み、文化交流、および共同科学プロジェクトは異なる文明間の溝を埋め、善意を育み、紛争の可能性を減らすのに役立ちます。倫理的考慮と道徳的ジレンマ。性間の領域での利益追求は、知的生命体の権利と責任に関する深い倫理的な問題を提起します。人類が他の知的種族と遭遇するにつれて、主権、自治権、および生命の固有の価値に関する問題に直面する必要があります。一つの倫理的ジレンマは、先住民の生命が存在する居住可能な惑星の植民地化に関するものです。人間がこれらの惑星を自身の利益のために利用する貴重な資源とみなすかもしれませんが、彼らは先住民の種の自己決定権と保存の権利を考慮する必要があります。拡張の必要性と他の生命形態の固有の価値とのバランスを取ることは、慎重な熟考と倫理的な考察が必要な道徳的な挑戦です。もう一つの倫理的考慮事項は、高度な文明によって作成された人工知能 AI や合成生命形態の扱いです。 AI がますます洗練され自己認識的になるにつれて、その権利、自由及び道徳的地位に関する問題が生じます。 AI エンティティの倫理的な扱いを確保し、彼らの自治と尊厳を保護することは、性間コミュニティにおける正義と平等の原則を守るために不可欠です。結論。性間外交は、他の知的生命体との遭遇と太陽系の制約を超えた利益の追求を特徴とする人類文明の新しいフロンティアを表しています。探査、発見及び協力の可能性を拡大する一方で、競争、紛争及び倫理的な考慮事項に関連する深い挑戦が生じます。これらの課題を乗り越えるには、異なる種族間の対話、理解及び協力を促進する集中的な取り組みが必要です。外交、共感及び相互尊重の文化を育むことで、文明はその違いを超え、より包括的で調和の取れた性間コミュニティを構築することができます。共通の行動と共有の価値観だけが、人類が性間探査の完全な可能性を実現し、全ての知的生命体の権利と尊厳を保護することができるのです。未来予想2045、未知の扉を閉じる時間ですが、新たな洞察と知識を手に入れ、未来の可能性を感じましたね。ぜひ、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また、コメント欄へいろいろなご意見をお聞かせください。あなたの考えも、将来の科学者のインスピレーションをかきたてるかもしれません。興奮と感動を共有できて嬉しいです。次回の動画もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。